404です。今回はこちらです。セルプラレールと私、44回目です。この企画のルールはこんな感じです。今回はカプセルプラレール、ワクワクの行楽列車編をやってきました。ラインナップはこんな感じとなっております。このシリーズは何回目だったかな？なんか毎回同じこと言ってるような気がするんですけど、後で調べておきます。早速開けていきましょう。いきます。せーの、よっと。お、赤い列車が出てきましたね。これは何でしょう。曲線レールも1本ついてました。今回当たったのは富士急行8500系富士山ビュー特急交尾車プラス曲線レールです。なかなか綺麗な列車ですね。近くで見ていきましょう。まずは正面です。なんか今日暗いよね。ライトはいつも通りなんですけど、なんでだろう。なんか写りが良くないな。まあでもこれ以上どうにもならないので続けます。中央の上下2箇所にロゴがプリントされています。ピント合ってるかな？こんな感じですね。あとちょっとわかりづらいんですけど、ここにワイパーの造形がされています。あとね、これすごいんですけど、この黒い部分の縁に沿って金文字でプリントされてるんですよ。わかるかな？非常に小さな文字なので、ちょっとこのカメラでは捉えきれてないかもしれないんですけど、肉眼ではしっかり読めます。富士急レールウェイザ・レールウェイクローゼストトゥーマウン…ん？何？富士急レールウェイザ・レールウェイクローゼストトゥーマウント富士富士山ビューエキスプレス富士急レールウェイザレールウェイクローゼストトゥーマウント富士。まあこのようなことが書いてあります。英語はわからん。そしてサイドはこんな感じ。上の方に金文字で3のプリントがされています。これは交尾車だから3号車っていうことかな。あとこちらにロゴが入っています。下の方には小さな文字がプリントされています。富士山ビューエキスプレスと書いてあります。扉の部分は一段下がったような造形がされていて、窓の部分はくり抜かれています。反対側も同じですかね。そして後方はこんな感じ。フックもしっかりついています。上の方はこんな感じ。なかなかかっこいい造形ですね。薄いグレーで塗装されています。下の方はこんな感じ。車輪はグレーですね。なかなか細かくプリントされていて凝ってますね。あとこの落ち着いた赤い色に金文字が入っているので高級感がありますよね。はい、同じシリーズのものを並べてみました。今回がこのシリーズ3回目だったんですね。左側がスーパービュー踊り子号の中間車、そして右側が富士山トンネルとなっております。ではせっかくなので同じシリーズのもので走らせたいと思うのですが、残念ながらゼンマイ車を持っていませんので、今回もこちらのドラえもんトラムに引っ張ってもらおうと思います。行きまーす。はい、というわけで今回はカプセルプラレールワクワクの行楽列車編の
富士急行8500系、富士山ビュー特急、交尾車プラス曲線レールが当たりました。先ほども言いましたけど、プリントがすごく細かくて、しかも高級感があって、すごく素敵な列車だなぁと思いました。あとはね、まあ毎度のことなんですけど、中間車とゼンマイ車をボンボンとつなげて一つになったところを見てみたいですね。果たしてその願いは叶うんでしょうか。今後も回していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。